虚勢が剥がれたところで俺の中身は結局獅子組のライオン。こんなやり方でしかあんたとの関係に決着がつけられねえ。ボス、あんたとの日々は心地よかったと言いましたが、違う、本当は幸せだったんだ。ルイ、あんたは俺を救ってくれた。あんたが決着をつけないなら俺が食います。声がする方に向けて撃つんだ。無理だ伊吹、お前のことは撃てない。そうですか、なら。おい、目を開けてくれ、ライオンだろ。死ぬなよ伊吹。このフリー、ボスを守ることができやした。どうしてお前。伊吹、お前を撃ったことを後悔していないぜ。約束したもんな。約束？変な気を起こしてボスを食いそうになった時は迷わず撃ち殺してくれと。こいつはとち狂って俺を食おうとしたんじゃない。俺が組を抜けると言ったから。最後まで獅子組のライオンとしてボスと向き合うしかなかったんだな。二度と裏市に戻ってこないでください。ここであんたまで殺したら伊吹の死が無駄になっちまう。